そらそうや。いい体もう。これ怖いよ。これ怖いね。めっちゃ怖いなこれ。でかい。これめっちゃ怖いのよ。上話でしょ。これはやだ。怖い。これね、頭に血が昇る。気づいてほしいねやろな、これ。なかなか気づかない。血が昇る。なかなか気づかない。後ろ、後ろ。頭に血が昇る。後ろ。庄司さん、後ろ見て。入ってた、入ってた。洗ってる。シャンプーって一緒だ。体も全部。ああ怖いた。怖い。ああ座る。しゃがみ座る。ああそれね。ああなるほど。無限シャンプー。なかなか落ちない。なかなか泡立ちが落ちない。あれ全然落ちてるわ。めっちゃ怖いよこれ。みんな一回落ちる。いやこれはやばい。これはやばい。これはやばい。これは怖すぎる。怖い。何入ってる？怖い。怖い。怖い。面白い。何これ。どんだけシャワー浴びても泡が取れないっていう。こんな経験もドッキリもないんじゃないですか。そうですよね。うん、わ怖い怖い。グランプリです。初めてでびっくりした。初めて。本当にびっくりした。もう大暴れした。どうしたのこれ。どんな泡だらけ出てきちゃって。でも、もう感動が入った方がいいんですか。ちょっと本当に嫌だ。もう本当に怖い。やだやだ。違う、もう痛い。いるだけで嫌だ。もういるとは分かったから。続いては視覚クイズ。ライオンの絵の中にもう一本のライオンを探すというクイズですが、絵の中にはライオンなどいません。これですよね。このライオン以外にもう一匹いるってことですもんね。ライオンが。ライオン。いる。
ライオンいます？マジで？絵の中にはいませんが、その奥にいます。これは怖いよ。これ、さあいよいよアイドルとイチャつく男の呪いを解いてあげる時。前代未聞の仕掛けにシリーポッターも緊張です。本当にライオンおるこん中に。全然ちょっと下の方、ほんまよりちょっと下、ちょっと下の方ちょっと下、うわっ、うわっ、ちょっと下、うわっ、うわっ、ちょっと下、うわっ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 、ライオンがいないと騒いでいたアイドル鉄なぎ男に、ライオンを近くで見せてあげることができました。いや、これはびっくりするよ。これは怖い。Subscribe now.